ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。こんばんは、ストーンズ田中樹です。松村北斗です。はい、今週はスペシャルウィークいい気分でらっしゃるいや、それはそうです、スペシャルウィークですから、うん、まあ、番組ではですね、この後2023年の放送を音源とともに一挙に振り返る大忘年会を開催いたします。素敵じゃないですか。まあ、詳しいことは0時台にね、一応全部バーッと説明するんですけども、うん、我々には今一刻の猶予も許されていない状況なんですよ。俺前回もやれたぞこれ。もう押してます。8週前だけど来たの、もう押してますすでに。目もう押してるので、もう時間がないです。やばいです。前回の音源使うかなり、もう本当に結構やばいので、時間が見てください。もう本当に結構時間ないです。じゃあ誰か掛け合って2時間枠にしてよ。ここ、ね、音源を用意しすぎました。あー、なるほどね。ってことで北斗さん、いいことだけどね。ちなみになんですけども、うん、フリートークをするならここしかないんですよ、うん、最近なんかおかしいことになってるよね。そうここしかないので、昔はオープニングゾーンでやってたから、ね、そうなんで、ちょっとその23時51分ぐらいまでにフリートークを終わらせていただきたい。もう20分じゃん、まだそんなに喋んないよ。いや、お前さ、その感じで来れるか。20分は喋らないよ。大博打に出たね。なんでないその感じで攻めいってこれるか。15分前後よ。15分前後よ。トロロ御前とかも、もうやめてくれよ、その話は。一時期親方なんて言われてたけど、ブース入るたんびに。いや、もうでもあなたにはもうこれ結構ギリギリですよ、うん、まあそうか、51分までに終わらせていただかないと。もちろんそれは大事。いや、まずまあちょっとフリートークとは言いつつ、あなた8週ぶりなんて言ってたけども、8週ぶりらしいよ。何なんですか、あなた。何がスペシャルウィークの時ばっかり来やがってさ。違う、じゃあどっちが先かよ。もう分かんないの。何、どういうこと。スペシャルウィークが決まって、じゃあそこを松村でってやってんのか、うん、松村この辺で、であ、そこちょうどスペシャルウィークになりましたなのか。それは俺は知らないけども、ただ単に思うのは、ラジオをサボりすぎじゃないかってことですよ。別にサボってるわけじゃない。いや、だって、いや、本当に来ないよね。いや、それは各メンバーあるでしょ、ちょいちょいこのハッシュは空いちゃうとか。いや、だってあなたさ、新コーナーもまだ、うん、やってなかったわけでしょ。なんだっけ、あのストーンズ日記とかを。ああ、俺立ち上げいたからね。いたでしょ。いたよ。でもまだその始まってからやってないでしょ、うん、だって2回3回ぐらいやってるメンバーだっているわけよ。ああ、まだ。お、そうなの。そうだ、あなただけなのよ。もう下手したら人気コーナーになってる。いや、もうだいぶもう人気とかじゃない、もう あって当たり前みたいな。知らないんだけど、実家みたいなコーナーになってますもう。嫌なんだけど、置いてきぼりなの、俺。ラジオちょっと、そっか、ラジオか、すいません、ちょっと、って言ってるらしい。言ってないよ、俺めちゃくちゃ来たいよ。チーフに。北斗くん、ここラジオでスケジュール切るね。いや、あのね、じゃあ、ほんとに。ちょっとラジオ。マジで、あの。渋いっすね。じゃ、そんな誤解が生まれんなら、うん、ずっと秘めてたこと言うけど、うん、どっかちょっと俺乗っ取ろうとしてんの、実は。どういうことなんとか、ジュリと俺ないしは俺一人になんないかなっていうのちょっと。そう。あ、目論んでたの？そう、結構序盤からって、だから俺は最初からちゃんとトークしようと思って、の結果長かったのよ。ちだから、あなたそんなね、なんか悪知恵を働かせてるからじゃないの、うん、発信も呼ばれないのは。あれかね、サボってたんじゃなくて、徐々に、お前この、逆にお前このままいなくなるかもしれない。濃ゆかった。気づいたら5人のラジオになってる。煙たかった、ちょっと、うん。でもお前、その気持ち忘れんなよ。うわぁ、よかった。大事。魂で繋がった、今。そう。これお前の、ね、でも、とはいえ、これお前のラジオでもあるからな。そう。もちろん、もちろん。スペシャル。はい、じゃあまあ泣き止んだところでフリートークしようか。何の話？ね。え？お前も泣き止んだしね。時間も、はいはい、ほら、迫ってきてるから。泣き止んだ。じゃあジングルで一回切って空気変えますか。うわー。おきくちゃん、ジングルちょうだい。東京都千代田区有楽町の日本放送をキーステーション。全国ネットで放送中。ソーズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。それこそ私個人のね、忘年会じゃないですけど、クスクスしないでくれよ。うまいなと思ってね。さらっと入るんだから、ね。はいはいはい。それこそね、私個人の忘年会っていうことじゃないですけど、はいはい、今年1年かけての、
話になるんですけどもね。結構長い。はい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 、はい。スパンの一つのお話ですか？そう。そう。もう今年中に喋んなきゃいけないのよ、これはもう。ああ、そう、うん、もう年末だし、そうね。もう。喋っていた方がいいね。今年のさ、あの年始に、まあツアーやってたじゃない。ああ、感性の法則？そうそうそう。うんうん、で、その追加公演で東京ドーム。やりました。京セラドームからの東京ドームってドーム公演もありました。で、初単独ドームっていうことでさ、うん、ヨシキさんであったりとかさ、はいはい、キングヌーの常田さんが。来てくださった、ね。映像にも入ってるよね。まあ、お祝いというか、うん、で、来てくださったじゃない。めちゃくちゃ盛り上がった回ですね。うん、映像見た人も多いんじゃない？もしかしたら。で、実はね、その時あったエピソードで。ほうほうほう。まあ、それこそね、起きてすぐ、このラジオでも話したかったんだけど、いや、まだまだもっと、ちゃんと完結したから話してくださいって言われて。ほうほうほう。もうトゥルさんに止められてた当時。あ、そんぐらいなんか、本当に超ちゃんと完結してからっていうのを言われてたんだけど。温めてたわけだ。実はキングヌーの常田さんがね、この、ドームに来てくださった時に、はいはいはい、俺キリエの歌っていう映画でね、うん、ちょっとギターを触ってたもんだから、はいはいはい、まあ、せっかくだった。たら趣味にしたいなと思ってギターを。ああ、うん、いいじゃないですか。一つ。なんかね、そこそこちょっと頑張って練習したのよ。あ、まあ、それはそうだろう。一曲弾けるようになったからね。ああ、そうだね、うん。言ってたね。だから、このままはもったいないなと思って。うん。だからもういよいよその、まあ、実際、現時点で当時のその、キリエの歌のギターを、まあ、お借りしてる状態が続いてるのよ。ああ、はいはい。まあ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 、これ仮パクだってやれたら、それはもう。仮パクだね。うん、だから仮パクだよね。いや、そういうんであればお返しするけど、お借りしてる状態が。が続いてる状態なのね、そう、今完全に映画もう、完全に。封が閉じられた、今。ね、うん。で、うん、仮パクだ。今、まあ、お借りしてる状態。そう。で、キレの歌の、そのギター、練習用にと渡されたやつ、うん。そうそうそう。これそれを仮パクしたわけだ。で、まあ、お借りしてる状態、いつか返さなきゃいけない、これはね。仮パク、うん。仮パクしてるやつってそうやって言うんだよ。いつかお返ししなきゃいけないからね、これは。いらない。お借りしたものだから、ね。そうだよ。だから、俺はもう、自分のマイギターを買おうと。ああ、趣味にしたいし。まあ、大事じゃね、それはね。でしょ？うん。だから、せっかくだったらよ。うん。俺もキングヌー大好きだからさ。そうだね。まあ、だって、このフリートークでもライブにね、自ら応募して行ったりとか、そういう話もしてるぐらいだからね。そう。うん。だから、まあ、せっかくだったら、この憧れのね、ミュージシャンに、まあ、常田さんにね、おすすめのギターをお伺いして、で、それを買おうと。なるほど。まあ、それこそちょっとこう、値が張るかもしれない。でも、俺はちょっと、いいんだ、それでもっていう。一生もんぐらいの気持ちだよ。そう、そう、そう。よく言った。あ、ありがとう。そういうことだよ。うん、でね、常田さんがケータリングルームで、うん、なんか、それすら嬉しかったな。うちのケータリングを常田さんが食べてんの。食べてたね。うん。美味しそうだなと思いながら、俺も。お前食ってるわ、もう。常田さんが食べてるから美味しそうに見えたんだ。で、おもむろに寄ってってよ。すいません、実はっていう切り出しでさ、それこそこう、映画でね、ちょっとやって、せっかくだから趣味にしたいと。なるほど。で、せっかくだから、もうまあ、ファンであるね、常田さんの、おすすめのギター買いたいって話をしたわけよ。はい。したら、常田さんが、ああ、まあ、もちろん低い声でね。いいよ、それは別に。俺もちょうどさ、新しいギター欲しいから、一緒に行こうよ。その場でって言ってくださっちゃって、うん、嘘でしょと思って、もう俺、めちゃくちゃ興奮して、でも、いいですかって。なんで、それ、あれ、ね、あれ、今のはどっちか。今の俺よ。松村よ。常田さんにお前何て言ったんだっけ最初。常田さんに教えてくださいと。おすすめ紹介していただきたくて、うん、って言われたら、うんうん、俺もさ、新しいの欲しいから。これ常田さん、ね。これ常田さん。常田さんが、一緒に行こうよ。って言われて、はいはい、ってもうめちゃくちゃ嬉しかった。嬉しくなるよ、もうファンだしな。即答でもう、いいですかあれ今の最後のは誰今の松村。ああ、そりゃそうでしょ。ああ、そう？いやいや一緒に行こうよ、ガッツネタさんなら行こう、いいですかは松村よ。ああ、そう。いや、聞き間違いか。あ、だいぶ、なんだ国語苦手だった違う違う違う、そういうことじゃない。違う、だいぶだいぶ、ごめん、俺の気を、じゃ、怖い色がね、ちょっとその。あんま、やってこなかった国語の教科書。カムチャスカの若者が、みたいな。やってこなかった違う違うああ、じゃああれか。釣られてるのかな、釣れた。いや、でもそれは気づいてないもしかして。いや、喋り方釣れたさんになってたよ。いよいよ、その、ギターでね、うん、このミュージシャントークよ、うん。ミュージシャントークをする上で、あ、
こいつ俺の音程のスケールと違うなって思われたら外されちゃうと思ってなるほど、セレタさんが低くてあのセクシーな声で、じゃあ一緒に行こうよって言ってくれたら、お前が、いいんですかはって言ったら、あ、ちょっと。これズレの心地悪さがあるんじゃないかってこと？わかる、この高いところで生活しちゃうと、交わらないじゃん。はいはいはい。で、なんか耳心地が悪くなるから。でしょ、だから俺もそこにやっぱ合わせていかないと、行くんだもん、一緒にギターショップに。そこでだって、うわ、こいつ嫌だなと思ったら、やっぱなしでってなっちゃうから。そうそう、あ、ちょっとこいつ高いなってなっちゃうじゃん。だから。そんなんで決めないでしょうけどね。いや、でもいいですかって言って。うん。あ、じゃあ、いつ空いてんのって言われて。うん。もうその場でよ。うん。俺、来週、結構空いてるよ。あれ、もう、もう。ちょ、今のは杖田さんよ。もう焦ってるよ。あ、ごめんごめんごめん。今のは杖田さん。あ、そうか、そうか。それ、わかるでしょ、お前。ちょいちょい、もうお前のせいだよ、でもこれは。フリートーク書き回してるのはお前だよ、今。じゃ、嘘なしだからしょうがない、それは。そう。今の杖田さんが。杖田さんが、俺来週早速空いてるけど、みたいになって。あ、来週だったら。ちょっと待って。杖田さんがね。じゃ、俺が。じゃ、お前。あれわかるじゃん、もう。書き回してるのお前だ。進まない。来週俺空いてるけど、あ、来週だったらこれ文脈的にどう考えても俺じゃん。いや、それ音でね、やっぱその釣られちゃって。うん、申し訳ない。早速予定あったっけ？じゃあ何日行きましょうってなって。もうその次の週ってこと？そう。あ、そう。だからまだ、あれ4月とかかな？そうだね。うん。で、で、そこ連絡先を交換してよ、だから。あ、そうか、まあ、うん、交換しないと俺ってわけじゃないからね。そうそうそう。で、もうその日に決定ってなってしたら、あ、俺、迎え行くからさ、え？って言われて、え？いいんですか？なんて言って別れて行って、で、いよいよその、約束の日の前日、実際どうなるんだろうなと思って、あ、いよいよ明日、あ、明日よろしくお願いします、みたいな。送ったらさ、明日俺、車で迎え行くからさ、住所教えてよって。うわぁ、それやばい。あ、マジで来てくれんだと思って。で、なんか、なんだかんだお忙しい方だし、ちょっとこの、なんていうの、破天荒なイメージもあるから、やっぱ俺、忙しい、明日なし、もあるなと思った。まあまあまあ、やむを得ないと思うよね、いいお忙しい方だし。明日迎え行くから、住所教えてよ。って言われて。大嫌いもう持ってかれたけど、ここ。来るのと思って。うん、え、何デートオープンかとか、もういろいろ。もうときめいちゃって。もういろいろ。デート気分だな、もう。いや、結構車体低めもかっこいいな、とか思いながら、もうドキドキしてさ、うん、したらさ、俺も急いで、あ、そうか、送んなきゃと思って、うん、東京都って送って。さ送るよ。お前がね、お前がね。うんうん、で、送ってさ、もういよいよ明日だと思って、もう、俺クローゼットの前行ってさ、パカッと開けてさ、うん、何着てこうかしらって。さ、なるよ。おしゃれよね。うん。なんかもう、いよいよその、ギター欲しいってよりか、もう、会いたいに変わっちゃうじゃん、まあ、ちょっと。一緒に行けるって、まあ、それこそデート感覚だよね。そう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 。なんかその、ミーハー心を出しちゃいけないと思いつつ、やっぱ嬉しいのよ。そりゃそうだよ。で、いろいろやってたらさ、あれ？あれ？なんて思ってて、数時間してその日の夜のうち俺、もう、めちゃくちゃ体調崩して。おう。で、これ、到底、いけないぞってなって。万が一明日体調良くなってもなんか金持ってたらと思って。まあね。これもほんと、どうしよう、こんなお忙しい方だけどと思って、でももう断るしかないじゃん。あ、まあ、移しちゃう方が問題だからね。もう本当に大変申し訳ないんですけど、今こういう状態で明日、本当にすいませんって言って、もうほんとさ、怒られるかなと思ったけど、全然いいよ。逆に大丈夫？って心配してくれる。かっこいいね。だから、まあまあ、なんとかやってます、みたいな。そりゃそうよ。そりゃそうじゃねえよ、別に。それは同じスケールで生きないといけないからね。で、そっからよ、だからそれが4月末、5月頭の話を。うん、まあね、善田さんやっぱお忙しい、うん。で、俺もさ、こう、頻繁には誘えないじゃん。その後も一回すぐ誘ってみたけど、まあね、あ、ごめん、俺ちょっと海外行っちゃうんだよね。まあ実際見たらさ、中国でなんかショーに呼ばれて、演奏とかされてて、はいはい、それも全部見てたよ、SNS で。今、大輝どこいるのと思って。そんな、しょっちゅうさ、連絡したらうるさいじゃん、ね、だってね、だからさ、常に SNS 結構上げられる方だからね、インスタのストーリーとか見てて、あ、中国いるのね、じゃあ今、ダメダメ、今、連絡しちゃダメ、と思いながら。
いいね、物分かりがいい彼女だ、うん、でやってて、今何してるの、あ、なんか遊んでる、んなんだろうって思って後ろの標識見たら、あ、英語、あ、海外よ、海外ダメよとか言ってやりながら、したらさ、ある時ギターショップかな、お、俺はギターショップだと思ったんだけど、まあその写真が挙げられてて、なんかね、一本アコギがこの常田さんのギターケースにこう入れられてるような写真がアップされてて、はいはいはい、なんかね、まあ何って言ったら新しいアコギを買ったストーリーを上げてるのよ。あ、はい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 。ドキッとしちゃって、待って大輝、あ、見捨てられたと。私とギター買うって言ったじゃないと思って。もういよいよ、まあ忘れちゃったのかなって。そう、だってちょっとしばらく連絡くれてないから。連絡取ってないのよ。ちょっと距離が空いてたから、二人の間に。の時に。そんな別に近しいわけじゃないの。ストーリーで、新しいギターを買ったみたいになったから、俺も、もう捨てられちゃったんだ、と思って、したら、下の方にちっちゃくよ。なんか、北斗ごめん、みたいな。ストーリーだよ、インスタの。書いてあるわけよ。完全に終わったと思って。だってギターをじゃあ買いきましょう、ちょっと時間が空きました、ギターも買っちゃいました、だから善太さんは俺もギターを買いたいから一緒に行こう、まあ理由の一つだったよね。そう、でその善太さんのギターを買うっていう用事は終わってしまった、プラス下に北斗ごめんっていう、もう俺の一応そのあれも終わっちゃってるわけよ。はいはいはい。完全終わりでしょと思って、もうそっからもう、あ、もうギターやめようかしらと思って。もうギターなんてやめちまおうと。うん、もう私もギターなんていいわと思いつつ、まああの、まあお借りしてるあのギターでちょっと縛りとか、ね、お借りしてるね。まだ何かもしかしたらイベントあるかもしれないから。ね。呼ばれた時を今それでまあちょっと。持っとくわけね。聞いてたんだけど、まあある時ね、でもちょっとやっぱこの、なんか、趣味として残さないともったいないと思って。だから、もう一回頑張ってね、今年の秋ぐらいに連絡したのよ。ちょっとね、本当お忙しいのは分かってるんですけど、どうですかねみたいな、最近スケジュールどうですかねって言ったら、あ、マジでごめんねみたいな。そういえば最近、海外行って、LA のギターショップでめっちゃいいギターいっぱい並んでて、いや北斗のこと思い出したわって。でもさすがにギター持って帰るの大変だから諦めちゃったみたいな。言われて、覚えててくれたのって思って。嬉しくない？まだ可能性が残ってるよ、だって。LA のギターショップでさ、常田さんがこうギター、おー、いいギター、北斗。LA でふと思い出してる。そう、だから、未練残ってんのよ、大輝に。未練とかじゃないけどね、多分。いや、だから大君も全然俺のこと忘れてないのよ。大君って呼んでる。なんだよね。いや、俺も今ちょっとエンジンかかりすぎたなと思って。行き過ぎたなと思った。そう。そんなつもりで話し出したわけじゃないのに。で、あ、じゃあと思ってこう、もう一歩いろいろ進んだら、あ、じゃあ、来週空いてるけど、どう？だって、え、ありと思って、全然その、だから、煙たかってないんだと思って、あ、じゃあちょっと何日空いてますって言ったら、何日ね、オッケー、開けとくわって言われて、いよいよ、再予定、再計画が立ったわけよ。はいはいはい。で、なんかその辺忙しかったのと、なんか、俺アンプとかも見たいから、先行ってるから、で、まあ、常田さんぐらいになるとそうかと思ったけど、閉店後に入れてもらうから何時でいいみたいな感じで、まあ、ちょっと夜遅めだけど、言われて、あ、じゃあ先行ってるんだと思って、俺はその日、いよいよ。後から向かうわけ。そう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 。もう念願よ。そうだね。なんか嬉しいし、興奮だし、この1年ぐらいの振りがあるから、本当にお洋服選んだ。はい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 。もうね、おしゃれもね。はい。ドレッサーの前に座りました、私。はい。まあ、ちょっとこう、ボロボロめの服をね、ちょっとロックめの。ちゃんと合わせたわけだね。そう。はいはいはい。声が低めの服を着て。そこをちゃんと常田さんのそのテイストに合わせようっていうね。そうそうそう。でさ、いよいよギターショップ着いてさ、もう、お店の外でギターの音が聞こえてくるわけよ。ああ、
なるほど。でも閉店してるんで。そう、閉店してるけど、アンプを見たいって言ってるから多分弾いてんのよ。なるほどね。もう大気の音じゃないと思って。で、いよいよこう入ってって、ウィーンって開いたらさ、ギター弾いてるわけよ。で、パッとこっち見て、したらバッてギター上げて、オクト、これどう？かっこいい！って言われて、まあこう、水色っぽい、なんかおしゃれで、ちょっとセクシーなギターよ。なるほど。大人っぽいというか。はい！かっこいいですみたいな話を。実際マジでかっこいいよ。めちゃくちゃかっこよかったけど、はいはい、だから、ちせつさんがそれ弾いてたのね。ああ、はいはい。めちゃくちゃかっこいいですって言ったら、まあこれ以上ないぐらいかもな。これ北斗いいかもな、って言われて。まあ結局その後何十分かあったんだけど、最終的にそれを、やっぱこれかっこいいよな、って言われて、めっちゃかっこいいですって言ったら、じゃあ、練習してくれよな、って言われて、プレゼントしてくださったの。うわぁ、やばいねーそれ。やばくない？で、しかもそれ、外に聞こえてたのは、お前のギターの音だったってこと？そういうことなんだよ。だから、俺のギターで、常田さんは F とか弾いてんのよ。うわぁ、それ興奮やばいね。F からの G とか弾いてんのよ、絶対。F からの G かはわからないけど。もう正直、俺なんか、何をいじっていいかわかんない、なんかひねりいっぱいついてんのよ、もう。こんな話をさ、それこそ、ジョリさんにさ、いや、もうちょっと完結したから話しくださいって止められてたし、結構俺でかい話だと思ったの。で、どこで下ろそうっていろいろこうもう、最近最もホットな、大事な話。話題だったから、最近ほら、アルバムのちょっと取材とかいろいろあって、こう、ラジオもこうあるし、どこでどこでと思って、まあ俺、完全に間違えてさ、カラオケダムのみんながカラオケ予約と予約の間で流れる不意に流れるあれで俺話下ろしちゃったんだけど。だから今焦って生放送が、そうそう、もう年明けにはそれが流れちゃうからダムで。だから俺急いでここで今滑り込みてる。なるほど。まあ別にダムでもいいんだけど、あれ確かに予約の間の映像ってなるべく流れないようにしちゃうからな、みんな。よかったです。私ブテナロック足洗いソープです。ブテナロックシリーズには足を洗うソープもあるんです。有効成分の殺菌力で蒸れた足の雑菌きれいさっぱり。ブテナロック足洗いソープでした。出荷本数100万本突破、売れてます。久光、藤ヶ谷太輔主演ドラマハマる男に蹴りたい女がブルーレイ &DVD で帰ってくる。メイキング記者会見のほか、京本大我主演のスピンオフドラマ褒める男に知りたい女などおよそ2時間の特典映像やブックレット付き、好評発売中。どうも、東京ホテイソンです。月替わりオールナイトニッポンポッドキャスト、12月は僕たちが担当いたします。じゃあリスナーのそことそこメール送って。いや、朝倉みくるの落ち着き。おい、ちょっと待て、せっかく2人でラジオやるんだ、もっとテンション上げてこう。うん、毎週土曜配信です、聞いてください。田中樹です。お前さ、久しぶりに地元帰ったのよ。静岡県島田市っていうところなんだけど、まあなんもないところではあるんだけど、そこでね、当時のだから中学校の頃の親友と会ったのね。いや、久しぶりに会って、なんかストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、なんかさ、懐かしい話して、お前変わんねえなとか、やめろよなんて続き合ってさ、ほんとに。で、その後さ、久しぶりにから、刑事さん、俺もう足を洗おうと思うんだ。それがいい、田舎のおふくろさんも喜ぶぞ。そうだ、足を洗うならこれを使え。ブテナロック足洗いソープ、足の嫌な匂いやベタつきをしっかり洗浄。刑事さん、これで俺生まれ変わるよ。久光。パーソルグループが運営するウェブメディア傍らワイド主催のオンライン配信イベント、グッバイモヤモヤ佐久間信之と働くトークの第5回、12月19日火曜日の夜8時から開催が決定しました。傍らワイドは、一人でも多くの方が働いて笑おうを実感できるように、働く自由と未来の可能性を広げるメディアです。今回のイベントでは特別ゲストに森かすみさんをお迎えし、皆さんのお仕事に関してのお悩みなどにお答えする予定です。最新情報は傍らワイド公式 X などで更新されます。皆さんぜひチェックしてください。東京都千代田区有楽町、日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中。
ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、今夜も生放送ということで、ラジオ局の皆さんもメールで参加してください。リアクション、感想メールをお待ちしております。受付メールアドレスは、st@allnightnippon.com、st@allnightnippon.com。ストーンズの頭文字を取って ST となっています。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です。そして番組では X アカウントもあります。アカウントは、@stonesannsat、放送中はハッシュタグ、stonesann をつけてたくさんポストしてください。それでは、なんつうかメールを読みします。ラジオネームマーヤさんからです。年明けカラオケダムに行って北斗さんの低い声のトークを聞くのが楽しみです。その時低くないの、ね、その時は違うんだ、うん、その時ね、この話の時毎回ああなるわけじゃないの、ね、そうみんな結構これを楽しみにダム行く人増えるんだ。その低い声聞ける。続いてラジオネームブーソさんからです。松村が8週休んでた理由ですが、反省大賞という企画が行われることをどこからか事前に入手した松村は、吊るし上げられるのが怖くて行方をくらませていたんじゃないでしょうか。松村ってそういうやつです。俺反省大賞お前多いと思うよ。でそれを見届けに来たわけだ。あれね、あの帰っちゃうと後で言われるんじゃないかと思って言い合わせるやつね。ここ来ないとめちゃくそ言われるから。そういないとってやつだ。いやーこれ北斗そうな気がするけどな。俺反省大賞、今年ってさインセプション結構多かったっけ、あのツアー。まあそれで言うと俺勝負に出る男だからね。それはあのどういうこと勝負に出る分勝った時の強さもすごいし、負けた時の負けっぷりもすごいし、それ武士、それはもう武士よ。違う、もうラジオやってる以上勝ち続けてる。博打に出るのやめてくれ。ぬるい勝ちはしないからね。続いてラジオネームエレンさんからです。もしかして松村って俺の声が通常回ごときで聞けると思うなよ。スペシャルウィークが来たら呼べとか言ってますか。いますよね、偽りの希少価値をつけて自分を大きく見せる卑怯なやつ。松村そのままじゃ仕事なくなるぞ。勝手に変なこと言うなよ。まあね、しょうがないよね、自分を大きく見せたい、そのブランディングとかね、そういうの大事だと思う。確かに。俺そんな、あの、綿密にミーティングしてないの。安く見せるよりはいいと思うよ。じゃあいいんだよ。こうやってか。なんでだよ。安っぽくなるよりは、それはいいと思う。アイドルだし、それはいいと思うけど。まあ、立ち振る舞いが正解とは言えない。かな。で、言うと、俺はもう話せてないフリートークが山ほど あんのよ、まだ。通常会ごときみたいな言い方はね、あんまり。違う、通常会全部読んどる。リストを見るか、俺の。すごいいっぱいあるんだが、お前。何、フリートーク。ほら、人間ドック、胃カメラ、泣いちゃったって書いてあるから、気になるな、それ。書いてあるんだから、お前。あー、それ気になるな。早く通常会呼びてー。でも、なかなか来てくれないんだろうな。話したいよ。聞き手人間ドック、胃カメラ泣いちゃった。聞いて。人間ドックあんだから、俺。あー、ちょっと、来てよ、頼むから、通常会。呼んでよ。お前、俺ら、スタッフも、俺も、お前、リスナーも、リトルストーン、全員今の聞いてよ、お前。俺も話してよ。頼む、通常会来てくれよ。今、初めてだよ、需要と供給合致してんのにかかってないんだから。おかしいよ、この市場、ね。この市場はおかしいことになってるよ。人間ドック、胃カメラ泣いちゃった。その話をしたくてさ、メモしてるんだ。そうね。なんかメモの仕方がダイイングメッセージ。ハニー、突きつけてくれ。サタデースペシャル。始めよう、足洗い新習慣。足を洗うなら、私、ブテナロック足洗いソープです。有効成分の殺菌力で、足の臭いやぬめり、きれいさっぱり洗い流しましょう。ブテナロック足洗いソープでした。出荷本数100万本突破、売れてます。久光シードコンタクトレンズ。目の不自由な方が困っていたら、お手伝いしましょうかと声をかけてください。お手伝いは不要ですと言われたら、お気をつけてと見守ってください。シードは目の不自由な方の見えるもサポートしています。シードコンタクトレンズ。高橋海人、森本慎太郎主演、オードリー若林正恭と南海キャンディーズ山里亮太の半生をドラマ化。だが情熱はある。ブルーレイ &DVD 12月20日発売。未公開シーンを含む特別版の本編に加え、メイキングも収録。有楽町丸い7階イベントスペースにラジオチャリティーミュージックソンに募金ができる愛の泉を設置しています。
期間は12月25日まで。有楽町にお越しの際はぜひ有楽町丸井7階へお越しください。丸井はラジオチャリティミュージックソンを応援しています。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル大忘年会2023。ありがとうございます。ということで、いいね、忘年会だ。はい、そうですよ。今年のストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルを振り返る大忘年会の時間でございます。まあ数週前からね、懸念されてたことがありまして、懸念、うん、まあ、まあこうして当日を迎えね、改めて確信しました。私、はい、どう考えてもこの企画のタイトルはクリスマスパーティーにするべきだったと思います。バカすぎ、バカすぎた。私は今そんな思いです。だってまだ今年放送あるよ。そうです。残りの放送どうすんの。どう考えてもクリスマスが良かった、そんな思いです。私は残りのあと2回分ぐらいの放送が、え、僕たちはってなってる今。笑っちゃいますよね。, 笑うな。本当な、なんて言うんでしょう、なんとも言えない気持ち。田中樹です。え、かっこよくすんな。ということで、さあ大忘年会のお時間、行きましょう行きましょう、はい、ということで今回大忘年会ってことで、まあ、鍋をするとかね、うん、ピザを取るとか言ってたわけです。めっちゃいいじゃん、うん、忘年会ですからみんなでワイワイしようよと、うん、ということで北斗さん、現状ブサッどんな感じでしょうか。始まった当初よりもペットボトルのサイズが小さくなりました。そして何もない。うん。ね。何もない。うん。お便りが散らかってるだけ。ちなみに、今夜のね、その大忘年会、もう一つ、うん、来たい人来ていいよっつったんですよ。あ、そう。メンバーに。うん。そしたら慎太郎が、うん、俺マジで行く。もちろん行きますと。うん。で、コーチも、あ、俺もちろん行きます。うん。いうことだったんですよ。うん、なので、北斗さん。はい。ちょっと現状のブースの状態お願いします。はい。田中、松村、トゥルの3人のみでお送りしそうでございます。いつも通りでございます。そうそうそう。おい、ソニーチームいねえぞ、今日。少ねえ。今日少ねえ。年末近いんで、忙しいんですよ。あ、書き込んできた、急いで。アルバムは発売が近いんで、青ソニーはいません。あー、でも一応今、ボブの。ボブソニーが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 今、急いで。走り込んできたんですよ。今、急いで駆け込んできたけど、うん、よかったよかった。ねえ、いよいよ大忘年会らしくなってきましたね。いや、よかった。いやいいですよ。まあまあまあ、いつもの3人でやりましょうよ。ということで、2023年の放送をどうやって振り返っていくかなんですけども、うん、まあ、今年一発目の放送、2023年の1月7日ですね、からスペシャルウィーク、今日、当日までの放送を、変な下り、うん、どうかしていた場面、聞いていられなかったシーンみたいな目線でリスナーから募集しました。で、これらを振り返っていきつつ番組のラストに2023年の反省対象を決定したいと思います。で、まあそれらをね、鍋でもつつきながら楽しく振り返っていく予定でした。その予定からですね、鍋だけがないという状態でございます。まあまあ冷静に考えて鍋邪魔か。あったらあったでね。まあまあ楽しい大忘年会始めていきましょう。俺結構楽しみだったからこれ、はい、ということで、じゃあいきますよ。はいはい。ラジオネームトホニシンさんからです。1月14日放送、お、めっちゃ年始だ。田中のラジオネーム、来た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 、田中ですよ皆さん。この日森本がストーンズメンバーと、うん、はい、その親たちが一堂に会する食事会を計画、うん、あー、あるね。森本のお母様の希望でこの食事会のタイトルを考えることになり、うん、はい、リスナーからもアイデアを募集した、うん、そんな中田中樹が親に石で親戚の会というタイトルを考案、うん、その素晴らしいアイデアを称え、考案者としてラジオネームも考えるよう求められああ、なるほど、それお便りとしてね。そうそう、なるほどね。田中がとっさに出したラジオネームがカスみたいなセンスゼロのラジオネーム、嘘でしょ。いや、俺あんま記憶ないよ。親戚の会は覚えてるけど。こんなにラジオやってきた、もう今や、だってもう何回、190回。そうよ。で、だからとんでもない、いろんなラジオネームを読み上げてきて。ねえ。ラジオネームで笑っちゃったこともあるよ。あるあるある。いろんなラジオネームに触れて。俺別にやらかしたなって印象ないけど、まぁ、あ、ちょっと音源聞いてみますか。あ、そう。じゃあお願いします。俺もまあまあ一応俺の考え終わりました。あ、何？まあ俺やっぱ親とストーンズの石井とってやっぱ。一応ラジオネームもらっていい？あ、じゃあ。ラジオネーム、タナパン。雑魚雑魚
いい、これはさ、雑魚。ちょっと待ってくれよ。どう、これは、じゃ今のさ、雑魚。プリボーじゃん。ただパン、いや、俺は今、あの、パン、もうなんかその、全部の記憶が、ブワーって蘇ってきた。うん。怖くなった今、うん。なんか、その自分の許容範囲超えて今なんか、うわーってなんか体が持たなくなりそうだった。失った記憶を全部返ってきた時みたいなね。いや、でもさ、なんでそのね、レミパンとかから来てんの？いやいや、なんか。フライパン作ってんのか？いや、なんだろう、副業で。わかんないけど。副業してんのか？なんでで、タナパンになったのかわかんないんだけども、うん、俺はそれより多分、親戚の会を叩いてほしいとか、うん、だから、うん、そんなにラジオネームに重きを置かれると思ってないから、この時の俺は。いや、でも一瞬、ラジオネーム何でもいいんだったら、なんか、まあ、タナヤンとかでもいいと思うの。うん、一瞬、その、かますぞっていう、その、なんか屈伸が見えたから、膝曲げてる時間があったから。だからラジオネーム言ってよ。っていう時間はあったよね。そう、その、膝曲げてるから飛ぶんだって、うん、ちょっと膝曲げてる時間聞いていい？もう一回。絶対膝曲げてる。俺もまあ一応俺の考え終わりましたよ。何？まあ俺やっぱ親とストーンズの石井とってやっぱ。一応ラジオネームもらっていい？あ、じゃあ、ラジオネーム。タナパン。曲げてるじゃん、お前。曲げてたよ、曲げてた。ラジオネーム、よいしょって曲げてるじゃん、お前。いや、でもさ、そのさ、そんなにさ、ここってさ、放送当日も俺いじられてた、タナパン。いじられてんだ。だから、あー、そうですか。今もう色あせぬ雑魚さってことよね。いや、逆にさ、うん、あなたさ、パッて言われてさ、自分でラジオネームとかパッて出る。うん、出る。ちょ、聞いてもいい？ラジオネーム、ちなみに。ラジオネーム。出るやつ。はい。ラジオネーム、細麺パラダイス。うわ、あー、いいな、あー、出るねー。ありがとうございます。すいません。やっぱ出るね。はい。俺出ないね。そう、やっぱね。まあまあ、あの時の。私ね、ラジオにあのメールとか送ってるタイプなんで。あの時の俺のマックスがタナパンだと思うでしょ？はい。今もなお、タナパンがマックス。だから今とっさになんかやってもまあ。そう、あれ以上のものは出ない。違う似たものが出てくるね。ああ。こういうのが楽しいですね。あんな一瞬切り取ってくる、うん、いや、あれはさ、流しても良くない？結構あるわけだ、このね。じゃあ続いていきますよ。ラジオネーム、ジャスティスさんからです。1月21日放送、うん、ガンスを説明する京本。ガンス？あ、俺これをお分かる。ガンス？はい、広島グリーンアリーナでのコンサート終わりのリモート放送で、ケータリングで食べた、広島名物ガンスの話題に、知らない人のために形状の説明を求められたのだが、ガンスを、とんかつの、カツのチキンがかまぼこという、成人した社会人とは思えない目も当てられない説明をした上に、ガンスって名前嘘くさい。ガンスなんてないんじゃないかと悪態をつき始め、そのくだりがエンディングまで続いた。何やってんの？これなんか覚えてるよ。そんな話をやってんの？いや、俺覚えてるよ。この、なんか、キョボが、うん、ガンスうまい、美味しかったっていう話から、うん、最後めちゃくちゃガンスディスるっていう放送俺覚えてるよ。普通逆でディスりから入って、いやでも結局好きなんですけどね、だけど。めっちゃ美味しかったのに、ガンス嘘だろ、こんなの存在しねえよとか言って急に覚えた。じゃあちょっと聞いてますか、最悪、喧嘩別れし。晩飯は広島焼きいただいて、うん。そうね、お弁当でいただいたりとか。うん、あと、ガンスガンスってのもありましたね。これ初めて食べた今日。俺はちょっと食べれてないんだけど、うん、ガンスって。なんか、ジェシーが MC とかで、ガンスについて言って、ね、ジェシー食べたことなかったんだよね。うん、でも調べて言ったら、もう夜に用意していただいたんだよ。あー、そういうことで。なんかなんだあれ、かまぼこを揚げてるみたいな感じかな。とんかつの、衣ついてる系だから、ね。衣ついてる。とんかつの、かつ、だからチキンがかまぼこ。とんかつのチキンがかまぼこ。ひどい。とんかつのチキンがかまぼこ。うん。とんかつの。まあ逆でもいい。かまぼこの、うん、衣が、かつ。もうわかんないね。もうこればっかりは。揺れ、やばくないこれ。かわいそう。とんの部分がかわいそうだよ。そう。とんかつのかつのチキンがかまぼこってやばいだろ。この日の今日もひどかったよね。確かね。
だからこれ ね、 多分ね、そのね、聞いてられなかったシーンとしてここ挙げられてるけど、うん、放送自体も聞いてられなかった放送なんだよ、多分ね。まあね、ツアー終わりは結構、だからちょっとインセプ入ってるね。そう、入ってたね。ちょっと入ってたね。入ってた放送だよ、これは。最後ディスってたのがたまんなかったよね。切れてたんだよね。うまく説明できないことで切り始めて、その八つ当たりをガンスにし始めて。ちょっと。そう。同じ日でもう一つあるらしいよ。豊作だね。ラジオネーム、ブブルさんからです。はいはいはい、1月21日、謎セッション。広島からのリモート放送。日付変わって、1月22日はストーンズデビュー3周年、うん。そんな記念すべき夜、日付が変わった直後に始まった。広島のホテルの部屋のいろんなものを鳴らしジャズを表現するという、なぜそうだったのか全くわからない悪夢のような時間がスタートし、デビュー日に思いを馳せるファンと裏腹に、本人たちはただただホテルのカーテンを引っ張る音や枕を叩く音を奏でる。え、品性、なんでもこれ。ないね、どこ最後最後よ。品性下劣だってるか。品性下劣な放送となった。そう言われすぎてるけど、ね、でもね、これは。僕と俺から覚えてんの、はい。マジでその通りだったんで。品性下劣。品性下劣だった。ちょっと言われすぎてる感じする。一回音源聞いてみますか。俺らね、インセプションには入ってるんですけども、うん、音に関しては今かなり研ぎ澄まされてます、実は。インセプションなぜなら、ライブはやってますから。そう、じゃあ、申し訳ないです。皆さん、枕大と枕小で、ちょっとセッションして、うん。枕で行ってみよう。いただきます。じゃあ、ベッドの音やろ、大きい枕。じゃあ、リズムやる？あ、じゃあ、俺、ベースの音やろうかな。OK。長寿番組目指せって。エコー頑張るなよ。いや、なんか聞いてるだけでアレルギー出るわ、ホコリの。長くない？ははじゃねえかよ。マジ上がる。え、これカーテンとテーブルでもやっといた。あ、全然違う。物が一緒だったからさ。そうだね。カーテン使いでしょ。あ、まあ元々はカーテン出身なんで。俺どっちかっていうとテーブル。あの方がいいですか。独学だけどね。あ、じゃあ俺もまた基盤の。どこで教えてんだよ。俺メロディーライン。何がメロディーライン？リズムだろ。おい、品性下劣なラジオやんな、お前。俺はやばいね。しかも何がやばいって、これ、ストーンズなりの記念日なわけでしょ。な、どういうおつもり？いや、こんな放送俺はしてないよ。オタクだ。マジで。どういう。本当、いや、マジで。ご見解で。いや、マジで、疑われるかもしれないけど、本当にこんな放送してない。いやいや、残っちゃってんだよ。マジで。ねえ。本当にしてないはず、こんなの。そう、本当にそう。なんで俺は今ブースにいられるの？なんで誰も俺を殴りに来なかったの？なんで俺は地方から帰ってきた時に誰にも殴られなかったの？なんでうちは編成を乗り越えてんの？このラジオで。なぜ俺らは生き残れてるの？これ。あの回を経て。上がるな！じゃねえんだよ。今日はマジ上がるわって言ってた。枕二人でパパパパンあと、ゲーじゃねえんだよ。汚いな。ゲーの余韻で今日が、マジ上がる。最悪。最低。これがデビュー日だとは、本当にね、本当はね、俺はデビュー日とかね、結成日、本当大事にしてるんですよ。本当大事な気持ちはあるんだけどね。この日は何かがおかしかった。だってこんなこと、俺あんな放送してないもん。あれマジで数分やってたでしょ。やばいやばいし、入り口でさ、まあインセプションに入ってるんですけどって、インセプションになれるな。やばいやばいってなれよ、お前。インセプションに入ってるんですけど、音はね、じゃあそう。感覚研ぎ澄まされてるんで、とか言って。研ぎ澄まされてるわけねえだろ。あれでしのごうとしてたんだろうな。暴論だよ、完全に。続いて、ラジオネーム、ピータンさんからです。3月11日、空手 VS 野球。俺だ俺だ絶対俺だ、WBC の話題を受けて、リスナーから田中の野球魂に火をつけるリアクションメールが届く。はい、焚き付けられた田中はその場でスイングを開始し、それを見た松浦が、
それならば俺もとなぜか空手の型を披露。石混合ね、石混合戦ね、これは。二人がでかい声を出すだけの変な時間が流れて、そのまま何事もなかったかのように松浦がフリートークを始めたのがとても怖い。何それ。うわー、気になるなー。だからこう、最初のさ、説明で変なくだり、どうかしていた場面、聞いていられなかったし、こうなんか3部門ぐらいあるわけじゃん。どの部門なのかって、これがね。いやー、これもね、多分嘘のメールだと思うんですよ。今、ね、なんかね、ちょっと一回聞いてみます。ちょっと。いや、これだろ、大谷のホームランが、うん、本来はこう振って持っていきたいのを、そうだよね、ずらされて、これが持ってきた。マジで？お前。でも俺は本来多分ホームラン打つなら上から叩いて下に入れてこう持っていきたい。でもこの間はこう、おお、じゃあ俺空手やろうかな。俺え空手やっちゃおうかな。これでこれね、あとね、当てどころが大事。あいあいトゥーさんめっちゃ入ってる。よし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 。はい。体通ってきた。しっかりミートすればね。よし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 。いやー、昨日第46回日本アカデミー賞受賞式。日本アカデミー賞受賞式の話してるやん、お前。え、めちゃくちゃいいじゃん。え、めちゃくちゃ。あよしよしよし、ミートがね。はい、第46回日本アカデミー賞はね、さあ、これアカデミー賞のタイミングってこと、こいつが取った46だね、だねの話してる時だ。この46トークだ。いや、今回すごかったな、今聞いたら。いやー、しかもこの日確かなかなか良かったね、トークが。あそうだっけ。なんかベランダであの広瀬すずさんに見られたかもしれないっていう。はい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 、なかなか評判のいい。なんかやばい回ってさ、別にあれだけどさ、トゥルーさん結構笑ってない、なんか。いや、なんかこの人が助長室と好きなんだよね、なんかね。俺らがさ、あのやばくなってさ、やばい放送しててさ、うわこれ事故だって思ってるの好きでしょ。事故を目の当たりにしてるのが多分好きなんだよ、トゥルーさん。あ、笑いでね、盛り上げてくれてるってことね。いやー、ひどい、ひどいね。でもよかった。まあ、でもそっか、さっきの全部も入ってるから、うん、全部もランクインって感じだね。続いて、ラジオネーム、昼バレーの時計台さんからです。はい、6月3日、誰も使っていないハンガーラックの正体。うん、後ろにあるやつか、うん、リトルストーンからブースの後ろにある誰も使っていないハンガーラックにかかっているハンガーは、別の銀河系まで電波を飛ばせる宇宙技術のアンテナかもしれないというメールが届く。うん、コーチが興味本位で触ってみようかなと言うと、田中は必死でやめた方がいい、やめろ、一回落ち着け、やめろと説得した後、ただの普通のハンガーラックだったことが判明。わけのわからない寸劇だった。うわ、しょうもなさそう、いいね、いいね、反省しがいありそうじゃん、めっちゃ。これはやばそうだぞ。反省しがいがありそうだぞ。ちょっとじゃあ聞いてみましょう。まず最初はラジオネームスライミーさんからです。他の番組で、そこのスタジオで撮影された写真を見ると、窓の方に誰も使っていないハンガーラックがあり、常識では考えられない量のハンガーが下がってます。そのハンガー、実は別の銀河系まで電波を飛ばせる宇宙技術のアンテナかもしれませんよ。確かに。あるのよ、そうなの。確かに。銀河系まで飛ばすような電波がお前飛んでる。ちょっと触ってみるわ、俺。やばいよ、やばいよ。お前だって体に何か異常をきたす可能性だってあるし、それを邪魔することによって、もうやめろ！やめろ！俺は触りたいんだよ、これに。なんでこれになったの？うわぁ。俺は触ってみる。もうちょい落ち着けて！分かった分かった。だけお前やめろって。俺はこれに触るんだ。コーチ、行くぞ。あと本気で揉み合いして何やってるの？しょうもない。うわこれは反省しがいあるよ。強制周知ってやつだよね。なんかね。なんか聞いててこっちが恥ずかしくなるやつ。具合悪いね。なんかね。いやいや、結構対象候補じゃないこれ。いやすごいね、今のはね。
今のすごいね。今だいぶ試合会場で各選手たちが、あ、結構強いってこと今、ぐっと背筋伸びた、今。マジで多分この時俺とコーチさ、揉み合いしてたよね、確かね。ここでね、やめろとか言って俺が本気でコーチと見て、あいつもなんか本気で俺を振りほどいてみたいな。なんかやっぱお互い頑張ってエンジンかけてる声がする。なんかね。いや、自分で思うけど聞いてらんない、これは。なかなか良かったですね。リアクションが届いてるみたいですよ。ラジオネーム、失恋したら絨毯を洗いさん。お前らよくこんな品性下劣のクソ買い流してたな。俺たちリトルストーンが麻痺してたのがよく分かったよ。そうだよね。みんなもなんとなく多分聞いてんだよね、その日は。うん、ただやっぱりいざ振り返ろうよ、みんなでって言って振り返ったら、そう。俺もね、本当にいつもならうるせえよって言うんだけども、これは本当にその通りなんだよ。リトルストーンはね、麻痺してるよ。そう。これはね、振り返ると恥ずかしくてしょうもないね、これね。完全麻痺して、この前さ、取材で、私リトルストーンなんですっていうライターさんと出会って、これリトルストーン麻痺してるなと思ったんだけど、なんかすごい語ってくれたわけよ、ラジオの面白さを。どんどん声が大きくなるから、俺、ちょっと、リトルって言ってるのに声がでかいですよって言ったら爆笑してたんだ。あ、やっぱ変なやつ多いのか、リトルストーン。麻痺してる感じになる。これ続いてるのがマジ奇跡だよね。次の編成もこれで乗り切っていきましょう。この時間はガチャガチャの森がお送りしています。私ブテナロック足洗いソープです。ブテナロックシリーズには足を洗うソープもあるんです。有効成分の殺菌力で蒸れた足の雑菌きれいさっぱり。ブテナロック足洗いソープでした。出荷本数100万本突破、売れてます。久光オールナイトニッポン55周年を記念したガチャガチャがたくさんのリクエストで再販売決定。日本放送技術部が監修、ラジオブースのマイク、カフ、デジタル時計などをミニチュアサイズで完全再現しました。ラジオファン大興奮のアイテム、お求めはガチャガチャの森。青山芳乃と前田香織、金曜日のしじみポッドキャストで配信中。箱根の自然とダイナミックな彫刻たち、アートチャージしたくなったら箱根彫刻の森美術館。ストーンズ日記、ラジオネームもずく卵。今日は新幹線で名古屋まで移動、ちょうどいいからフリートークの練習をしよう。品川で乗車、座席に着く。小声でフリートークを始めてみる。冒頭のシチュエーションを説明するくだりが終わる直前、車掌さんに声をかけられた。なんだよ、いいところなのにと思って顔を上げると、終点の博多に着いていた。入っちゃうね。どうも。気づかなすぎじゃない？いつもそんな感じなんだ。気づいてないの？フリートークの長さ自分で。まあ、その前に俺博多に用事ないのよ。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。大忘年会2023。ちょうど中継地点だから。ということで引き続き振り返っていきましょう。改めてあるけど、改めて乾杯の時間あるけど。続いてが7個目ですか、ラジオネーム父親のダブルピースさんからです、うん、6月24日パーソナリティクイズ誕生。知らないの。森本慎太郎が考案した何も成立していないクイズコーナー。今週のパーソナリティクイズが初めて行われた回、クイズの体を取っているが、はい、森本慎太郎しかやらないコーナーなので、うん、始まった瞬間から正体が即バレしておりおりにもかかわらず、いつまでも正解を発表しないだるい時間が続く。その後、ね、誰からも望まれないのにレギュラーコーナーとして定着した、森本慎太郎は日本放送の偉い人の息子なんだと思う。これね、まあ、まず初回を聞いていただけばいろいろ分かると思うんですけど、本当、うん、ひどいのね、この回。本当に聞いてください、とりあえず。こんばんは、ストーンズ田中樹です。今、急に相方に、始まる直前に、ね、一人みたいなテンションでやってみて、って。
ねえ、クイズするじゃあ、誰が相方こんな何年もやってきてこんなことやったことないよ。盛り上がるかは分からない、俺も誰も分からない。なぜなら今までやったことがないから相方クイズしますか。じゃあじゃあなんか誰だと思うかみたいなのをあのハッシュタグつけてツイートとかしてもらう。一回テーブル叩いてもらう。その力の強さとかなんとなく手の大きさとか分かるかもしれない。紛らわそうとすんねん。これね、ほんとひどくてね。うん。まあ初回はね、なるほどね、本当にね、まあちょっと誰だみたいな雰囲気はあったんだよ。うん、ああ、な、まあクイズとして面白い。そうそう。ただまあある程度ね、やっぱリトルストーンからのメールで、こんなしょうもないことすんな森本だ、お前だろ、出てこいみたいな、うん、結構あったんですよ。で、なんかこれがきっかけでレギュラー化がしたになったんですよ、これが。でもそれは誰かが許したんでしょ。いやいや、ちょ、わかった。もう本当に多分偉い人、息子なんだよ。でね、だからこいつしかやらないから、はいはいはい、始まって、俺がね、番組始まった瞬間、うん、タイトルコールとかなしで、うん、今週のパーソナリティクイズということで不定期に完全に突発で行われる、このクイズコーナー相方を当てていただきましょうって、あいつの回だけやるんだよ。うん、あ、そうやってんの、そんなの。それがあいつしか、で、それであいつ7分ぐらいやんだよ。え、うん。で、もう、あいつしかやらないから、あいつなのに、うん、で、なんか、本当に喋んないよ、うん。で、じゃあ、正解発表してください、どうぞって言うと、正解はっていうの。で、正解はの後に、すっげえためんの。うん、正解はってやると、もう、お前じゃんっていう。誰もドキドキしないじゃんってやつを、あいつ、マジで永遠やってて、これを俺は続けるって言っても、まだ続けるとか言い始めて、なんかヒントになんかボイスチェンジャーとかも使ったりするの。ボイスチェンジャーであいつしかやんないのに、うん、京本ですとか、うん、北斗ですとかやるのよ、あいつ。お金かかってきてんじゃん。そう。で、先週じゃない、先々週ぐらい、あいつ来た時にもう、うん、本当にラストにしてくれって言って、うん、でもあいつは本当ダダこねてたよね、まだね。でも本当にもうラストにしようとは思ってる、うん、俺。だからもう今年のうちにもうやめよう。いや、そう、もう清算しないと、うん、あれ本当に反省対象の候補だって言ってたら本当にノミネートされてるんで、これひどかったよね、この回ね。しかもこれがお前、未だに続いてるから、ね。いや、怖いね。だって今俺怖いのはさ、本当はまあ、ここにいる俺らが悪いんだけど、受けもなんか盛り上がりづらかったもんね。しかもこれ。難しいよ、これ。6月24日からやってんの。もう半年、うん、半年やってんのやばいね。気持ち悪いよ君たち。あいつやばい、ね、それを放任してるの。もっと羽交い締めにしないとダメなんだよ。じゃあ続いていきますね。ラジオネームあかりさんからです。7月1日ジェシーの番組締め、うん、エンディングでリスナーのリアクションメールにブチ切れた田中がラジオを放棄。お、急遽番組の締めを託されたジェシーはいつものテンションで他人の名前を名乗るくだりをやろうとしたが、うん、内心かなりテンパったのか信じられないくらい噛みまくり。ああいいぞ、俺その時のジェシー好きなんだよ。そのまま笑い声で番組が終わった。これ絶対面白いじゃん。ちょっと聞こう。いいですよ。だましたなっちゃったじゃないのよ。パチキュー。もう帰る俺。もう帰るよ俺。時間的に帰んないとからね。もう帰るから俺。もう知りません。もうあとはもうジェシーが出てったんだよね。閉めてください。もう僕はもう知りません。もう許さないから俺。閉めてください。あ、俺、はい、もう僕はもう帰ります。はい、一部の放送局を除いてこの後1時からはオールナイト、いや、オードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけでここまでの相手はストーンズ田中ジュリとトムクズクルでした。一回このままあの噛んで言えなくて笑っちゃってるジェシーを想像しながらもう一回最後だけ聞いて。はい、ください。ちょっとさ、これさ、真ん中らへんからでいいからさ、もう一回だけ聞ける。うん、この後1時からはオールナイト、いや、オードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけでここまでのお相手はストーンズ田中ジュリとトムクズクルーズでした。お腹が痛いって。
ちょっと待って。あ、お腹痛い、お腹痛い。トムクルなんて言ってた。トムクル。トムグズ。トムグズめちゃくちゃ。最後。え。あの。もう一回だけ聞こう。ごめんごめん。もう一回だけ聞く。この後1時からはオールナイト、オードリーのオールナイト日本が放送されます。というわけでここまでのお相手はストーンズ田中ジュリとトムグズクルーズでした。ちょっと最後やっぱこうフェードアウトの中でミスっちゃってるのいいね。で、あ、出たらーって。マジでお前、あー、なんかこれやばいね。すっごい幸せなまま人生終えた人のやつみたい。でも、あ、出たらー。俺、これほんと好きだなー。あー、いや、全然な、あ、ダメ？反省するとこあるかな。いや、まあでも。完璧だけどね。いや、めちゃくちゃ面白いんだけど。うん、ラジオの締めとしては最悪だよね。俺らとしてはもう100点満点をいただいたけど、いや締めとしては確かに最低の締めだよね。パーソナリティとしてはね。もうぐちゃぐちゃだったね。もうね、全身泥だらけで。いや、ちょっと笑いすぎた。いやジュリア何をしてたんこの時は。いや、マジで覚えてないんだけど、なんで怒ったのか。うん、なんかリスナーと、多分またいつも通り、もみくちゃの喧嘩してて。多分、しかもこの日多分、この切れ方俺怠慢じゃない。複数。うん。もう本当に、複数でもみくちゃ。あー、クローズだ。もうそうそう、クローズ。はい、もうスズラン対宝泉みたいな状態で、ブワーなって多分、バーって怒鳴って、いつもだったらさ、こう、閉めるじゃん。この日多分俺本当に確か、その勢いでカバン持ってブースから走って出てったんだよ。なるほどね。スズランと宝泉がバーって戦って、バーって吐けたら、トム・クルーズが一人残ってて、あれ、僕ってなって、トム・クルーズ、クルーズって。だから、俺これ、ブースから出てって、外行ってるから、俺聞いてないのよ。もったいない。俺知らなかったのよ、これだから。ただ、俺もこの、他人の名前を名乗るくだりをやろうとしたジェシーが内心かなりテンパったのが信じられないぐらい噛みまくり、そのまま笑い声で番組が終わったってメールだけでもおもろかった。いや、面白い。だって、そっくりだ。あははは、お疲れしたーって帰るわけでしょ。怖いんだ、あの人。いや、最高だわ。続いてラジオネーム、イカミリンさんからです。4月1日、叫び続ける京本大我。京本大我のオールナイトニッポンのコーナー、日々カオスでおならをしてしまった時のことを報告するメールを読んだ京本さんが、これ言った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 俺言ったよと連呼。情緒が急におかしくなっていく姿が怖すぎて、それから数日は言ったという言葉に敏感になりました。何それ、あったっけ、ちょっと聞いてみるか。まあ、でもでっかいおならだったらそうだったと思うんだよ。だからちょっとね、語呂感が違ったから、ちょっとそこは訂正しておきたいなっていうふうに思いますけど、まあ、言った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 、やけになりすぎじゃない、言った、これ言った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 、怖い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 、白状しすぎ、俺は言った言った、はい、言ったよ、これは白状の嵐じゃない。まあ、ということでね、まあ、最後にちょっとね、これね、恥ずかしい、恥ずかしいメール来たけど、まあ、でもこれもう言った言った言った怖い、俺は言った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 白状を重ねると怖いって、俺は言ったよ、これ言ったよ、俺自白の回数か、そのまあまあ、言ったよ、これ怖い、仲間もまだ言ってる、パパも長いし、多いし、これ俺言ったよ、もうもっともっと言うよ、言った怖い怖い、なんかもう止まんないよ、これ変になりそう、言った言った、十分すぎる、なんか、なんか分かんない、おかしくなりそう、なんか、いやこれ恥ずかしいね、なんか俺が間違ってるみたいな、まあ、この企画結構やってきたけど、一番恥ずかしいメールだったけども、でもね、吹っ切れた、もうミニカオスとかこうスカシカオスとかで逃げるの本当にミニオナラ、うん、やめようかなと思う、これ俺言ったと思う、俺が話しかけられてる。俺言ったかな、俺。俺ってここ何年も通るパターンもあるんだ。会話できなかった。お尻からカオスとか言ったかな、俺。俺無視されてたよね、何年も。言った？だから一人で喋って。え、言ったっけ？俺聞いて、え、いや、ま、どうだろう、言ってな。言った、いや、言った言ったよ、お前言った言った、言ったこれは言った、食い気味の言った言った、俺は何年越しからカオス出ちゃってすいません、言った、何年か越しに話しかけられたと思った、全然言ったよ、怖い、全然聞いてくれない、全然言ってたよ、俺食い気味じゃん、覚えといて、言ったよ、いや、言った言った、言いましたね、言った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 、ということでね、切り替えも怖いな、仕切り直してた、ということでね、言った言った言った
言った言った言った、こう怖いね。え？切ってんの？本当に？今の2分ぐらいあったよね。え、切ってんの？これで？これでこう、いいとこつまんだ状態？これ。じゃあもっと長いってこと？怖っ！え、これを聞いたことで体調崩された方がいるんじゃない？俺はちょっと今具合悪いよ。ずーっと、しかも何が一番怖いって、気づいてるよ。まあ、ずーっと後ろに血面しながらで。そうそうそう、びっくりした。桜舞い散るんだ。お前さ、言った言ったって。あの歌の中でさ、あれできる？あれ聞いたらみんな切なくなるでしょ、普通。あれって日本国民全員が切なくなる歌じゃん。あれの中でさ、言った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 ってずっとできるの、やばいでしょ。で、途中で見失って、俺言った？俺聞かれてたから、問われてたから。真っ白の世界に行ってたな一瞬。ラジオネーム603からです。9月16日 We Are Stones のルールを全部忘れる森本慎太郎。森本が We Are Stones のメールを読んだ直後、 We Are Stones って何だったっけと完全にルールを忘れたことが発覚。田中から改めてコーナー説明を受けて、理解したと言った直後、最初のメールをもう一度読み、どういうこと？と発言。最終的に田中が、このコーナーはお題のない大喜利に We Are Stones とつけてるだけと、言わすなよ。元も子もない説明をする羽目になった。私たちリトルストーンとストーンズの皆さんをつないできた。大切なコーナー We Are Stones を忘れてしまった2023年一番の重大事件ではないでしょうか。これ俺は結構覚えてますよ。記憶に新しいですよ。はいはい。じゃあ聞いてみますか。声変わりをした人に、声優変わった？と聞く。We Are Stones！ これ面白い。あ、いいよ。いいね。声変わりした人に、声優変わった？って聞く。どういうこと？これしかもマジで。いやー。じゃあ一回次のストーンでちょっと読んでみてください。これでわかんないから、ちょっと一回自分で読んでみてよ。自分が休んだ授業は一週間無料で見逃し配信してもらう。We are stones. ちょっと待って。ちょっと待って。We are stones って何だったっけ？ちょっと待ってね。その人が本当にやってるっていうか、なんかこういうことやってる俺、ストーンズみたいにいけてるでしょっていう。ネタのそういうことか。あ、おし、理解。じゃあ、一回いけてるとかも忘れて。理解した。その、大喜利。面白いネタ送ってくれた。一番自由なやつ。そうそうそう、大喜利です。これはやばかったね。今のその、いけてるんだぜ、みたいなことを言う。こうなんだよ、理解したって言って、もう一回読んだんだよね、あのトンドね。で、もう一回わかんないから、もう最後の最後に、これもう大喜利。大喜利。一番言っちゃいけないって俺もわかってたよ。で、しかもこの後エンディングで本気で、マジごめんって言ってた。そうね。乗ってるタイミングで、あれ一番リスナーが主体になる瞬間だからね。そうそう。で、しかもすごくいいメールだったじゃん。We Are Stones としてその大喜利だってこう、目打ってないからこそ大喜利れるコーナーだからね。お、俺はもう本当にリスナーに本当ごめんと思いながら、大喜利って言いました。最悪だ、めっちゃいいやつに。どういうこと？で、何が一番苦しかったって、こいつはマジで分かってないこと。そうね。で、最後にエンディングで、マジでごめん。言ってた。お互い苦しい。言われた方も苦しいし、言ってる方も苦しいし。放送後もさ、ブース出ていきながらさ、あれマジごめん。本当分かんなかった。きつい。本気で反省してるのがまたなんか、こっちもさ、お前さ、とか言えないみたいな。まあまああるよね、つって。そう。いや、続いてラジオネーム、ナナシさんからです。7月15日、ピポ村。めちゃくちゃいいでしょ、あれ。田中が松村を海に誘い、行きの車で何の曲をかけるかという下りの中で生まれた 20GT のピーポーを松村が低音ボイスで歌うというノリ。二人とも相当気に入ったようで、2、3回目で飽きてきたリスナーを置き去りにして、何度もバカみたいに擦っていました。ピーポーが聞きたすぎて、はしゃいだスタッフも、その後読む予定だったメールの紙をどこかになくしていました。あったね。あったね。あ、メールがって言って、大捜索になったことあったよね。ちょっと聞いてみましょう、これ。みんなここにバケツ置いてあるから終わったやつここ入れてね、全部。花火の終わりだ。あった、お前も来いや本番中だよ。いいや、お前も花火持てよ、お前。行くな、お前。花火持ちながらクラブしちゃえよ、お前。来いや
ッパオいやでもこれやっぱ今聞いてもいいけど、駐車場なくて海から3キロぐらい離れた場所にしか止められなかった。今から歩いていくから待ってて、飲み物たくさん買ったから北斗お前迎え行ける？もう6回目ぐらいの時めちゃ3キロ歩くなよ北斗お前迎え行ける？歩きで。いや3キロ歩きしいわ。途中まで北斗行ってるからいい感じのとこで。おヒッポ来そう。ヒッポ笑っちゃってるじゃんお前。お前先にさ、おヒッポ来たじゃねえ。予感すんなよお前。お前おヒッポ来た。船虫捕まえに行かね。いねえだろ。なんでもありかもしんないけども、まあ危ない危ない、気をつけて行ってね。いねえだろ船虫捕まえてやつ。お、ちょっと待って、みんなあれ見て。ヒポ村君だ。はいはいはい。ヒッポー。ヒッポー。ヒッポー。何回やるんだよこれ。いやこれでもめちゃくちゃいいじゃんね。これを反省しろって言われる筋合いもないと思うけどね。めちゃくちゃいいラジオだよ。今ずっとさ、ヒッポーって言ってるってことはさ、まだピッポだって発覚する前。前だね。めっちゃ前半戦なんだよ。この後また、あそこは、ヒッポじゃなくてピッポだったピッポらしいよ、みたいな。いやー、これめっちゃいいけど、ね。いいけど、反省するところあります。これさ、正直言うと多分これリスナーは言ってきてるけど、これスタッフも全員楽しんでたからね、これね。手応え。これあったよね。いや、俺正直だ、ギャラクシー賞ちょっとざわざわしてたこれは。ただまあ一つだけ反省する点をちゃんと述べるとしたらやっぱ長すぎた。いや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 。これマジで10回ぐらいやったんじゃない？マジで。いやだってこれだって俺覚えてる。だいぶね、トレンドにも入って、みんな楽しんで、うん、放送後もまだ聞きたいっていう熱量を感じてたよ、俺は。いや、まあ俺もやった感触俺もかなり良かったよ。今聞いてもやっぱ面白い。いや、それこそ俺この年末、もう年末にかけて、ま、くらいやりたいなって思いはありながら正直来てたし。いや、でもこれやっぱ夏を待たないとダメよ、これ。来年の夏また。夏よ、それは。みんなで。うん。だからヒポ、ラジオ花火行きましょう。いや、ヒポ村リターンズっていうスペシャルウィークあってもいいかもしれない。ちょっと荷が重いな。盛大に、おっぴぽ来るよって言っちゃうから。いや、続いていきます。ラジオネーム、フラッペさんからです。8月5日、ランネーちゃん。ジェシーがビーズさんのライブに行ったトークの後に名曲ランをオンエア、うん、そこまでは良かったがジェシーのランの発音の良さについて盛り上がり名探偵コナンのラン姉ちゃんはどう発音するのか聞かれてからジェシーが覚醒した覚醒したんだ。ちょっと聞きましょう。あれから皆さん聞いてください。ビーズさんでラン。さっきの曲紹介ビーズのなんていうか発音が良すぎただけですよ。ランです。ランですよね。ランなんて言ってないですよ。ランなんは発音がよく言ってたの。なんランはランなんはなんなん嘘だよね。名探偵コナンの実写版を演じる場合ラン姉ちゃんはどんな風に発音しますか。ラン姉ちゃん。ラン姉ちゃんどうやって発音。なんラン姉ちゃんって手で。ラン姉ちゃん。ラン姉ちゃんだよ。ラン姉ちゃん。ラン姉ちゃん。ちょっと、あれ違う違う。聞こえちゃう。コナン。あれいやじゃあランが変な、なんか大変なことになりました。Hey, hey! One nature! Run nature ね。最初、Run nature って言ってたね。自然を走るっていうことだよね。そう。ランネイチャーって言ってた。ね、大草原を駆け巡るよっていうことだよね。で、最後、ワンネイチャー。僕らがもうワンネイチャー。もう、人類もこの地球も一つの大自然なんだっていう。みたいな。そう、もう本当に、そういうもうところまで行き着いた。ちょっと最後の方だけ僕行きましょう。いや、じゃあランが変な、なんか大変なことになりました。Hey, hey! ワンネイチャーいやもうワンネイチャーって言ってるわすげえなー。ランネイちゃんがワンネイチューにたどり着くんだよ。で前半何でさ勘違いしてその何のお店のネイチャー何ネイちゃんなんだそれがいい。田舎のお袋さんも喜ぶぞ。そうだ足を洗うならこれを使え。ブテナロック足洗いソープ。足の嫌な匂いやベタつきをしっかり洗浄。刑事さん
これで俺生まれ変わるよ。久光。有楽町丸い7階イベントスペースにラジオチャリティミュージックソンに募金ができる愛の泉を設置しています。期間は12月25日まで。有楽町にお越しの際はぜひ有楽町丸い7階へお越しください。丸いはラジオチャリティミュージックソンを応援しています。始めよう足洗い新習慣。足を洗うなら私ブテナロック足洗いソープです。有効成分の殺菌力で足の匂いやぬめり、きれいさっぱり洗い流しましょう。ブテナロック足洗いソープでした。出荷本数100万本突破、売れてます。ひさみつ。ストーンズ日記、ラジオネームたまごんぬ。今日は新幹線に乗った。富士山が見えた。日本一高い山だ。あ、高いってあれね、エクスペンシブじゃなくてハイヤーの方ね。しかし新幹線は速い。あ、速いってあれね、アーリーじゃなくてスピーディーの方ね。とか言ってたら乗り過ごしちゃったよ。まあこれも旅だ。あ、旅ってトラベルじゃなくてジョーニーの方ね。めちゃくちゃちゃんと聞いてくれてるじゃん。聞いてくれてるね。あ、そうか、こんなにいっぱい出てくるのか。じゃあ俺1行目ももっとエクスペンシブじゃなくてハイヤーぐらい言った方がよかったね。 あとここまで出てくるとさすがにくどいね。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。私ブテナロック足洗いソープです。ブテナロックシリーズには足を洗うソープもあるんです。有効成分の殺菌力で蒸れた足の雑菌きれいさっぱり。ブテナロック足洗いソープでした。出荷本数100万本突破、売れてます。久光。世界を広げる音がある。ラジコ。ボーユーの辰巳雄大です。僕たち主演の舞台、隅田川ヤングロード物語 2、 ああ青春はマサラの香り、1月25日からサンシャイン劇場で上演。今回はなんと商店街にマサラムービーの撮影隊がやってくる予測不可能な展開、ぜひ見に来てください。詳しくは公式ホームページで。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル大忘年会2023。松本君、好き見つけたらすぐ横をかけちゃうの。じゃあ引き続き振り返っていきますよ。ラジオネームハイパーピースさんからです。これは来るよね。9月2日ナス中西シカト事件。何。この日ストーンズの中で最も美味しいアヒージョを作る人間を決める対決が行われ、はい、本当に美味しい方を決定するべくゲストとしてナス中さんが実況と解説を担当。給湯室で料理をするストーンズの二人を巧みな実況技術で描写する中、中西さんが時折挟んだ二人がアヒージョを作っている横でアヒージョを評論するアヒージョ評論家という人物に対し、二、はい、うん、人が料理に集中するあまりシカトを連発。めっちゃ面白そうなのに。中西さんはそのアヒージョ評論家からそっと降りて再び実況に戻っていました。これはねしょうがないよね、来ますよね。これ4パターンある。成功例、あ、成功例聞いてみましょう。俺はでもアヒージョ評論家の中西さん、はい、ありがとうございます。豆板醤が入るアヒージョなかなか珍しいかなと思うんですけども。そうですね、うん、やはりこの食材が砂肝ということですね。この砂肝が、砂肝だけに肝になるのかなとそう思ってます。これは田中君が言ってたやつですかね。いや、人のせいにした。人のせいにした。これが成功パターンです、ね、あー、で俺が無視したパターンも聞いてみました。このオイルのね、いい香りが、うん、食欲をそそらすという感じでしょうか。いや、最高ですね、はいはい、このいい香り。負けないようにこれをなんとなく泡のブクブクとかを見つつ見つつ、はい、ここでもう別の食材いっちゃいます。なるほど、いっちゃう。評論家のまま、おー、なるほど、いっちゃおうって言わすなよお前。やっぱキャラは抜けきらずに。そうなんだよ、乗っちゃってんだもん第2。もう俺がマジで集中して、この夏中さんが、お前分かるでしょ、あのトイレのこの狭い給湯室、はい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 、あそこでやってて、だから入り口からナスダカさんがこうやって、うん、
顔出して見てるみたいな状況なのよ。そっから言ってんだ。だから背中に背負ってるから、うん、なかなかこう顔見れない、あまり時間もなかったからね、うん、集中してちょっと無視をしてしまったんだけども、うん、今これコーチパターンもあるんだよね。あ、二人、俺とコーチが二人無視したパターンがある。なるほどね。一粒を潰して細かく切ったちょっとだけを使うという感じ、うん、はい、そんな感じでございます。素晴らしいですね、これはね。なんか、面白いですね。なんか、もう着々と負けに近づいてると思うと面白いですね。おい、負けねえからな。いい戦いだ。うん、降りてたね、完全に。申し訳ないな。今聞くと本当に申し訳ない。本当に失礼なことをしているという実感はある。これはね、反省すべきです。これがね、そう。これが問題作なんだよね。次がコーチなんですけど、これが本当問題作なんです。聞いてください。今のところね、本当にその風味付けに入れるようなぐらいの量という感じですね。少量ってことですか。そうですね、はい。気になりますね。これは本当、中西さん、うん、気になりますね、はい。そうですね。もう私もね、だいぶ今お腹が減ってますんで、ここでコーチ君がね、カツ丼作れば勝ちですよ。ダメです。あれ、ちょっと待ってください。俺が欲しいって言ってた材料があるかな？あ、ない？これやばくない？かわいそうだよ、ね、いやだってその俺のとか途中でこう入っちゃったりしたら、うん、オチまで行ったんだよ。行ったね。カツ丼作ったら勝ちですね。それはダメでしょ。あれ、ちょっと待ってくださいそれはそれとしてみたいな雰囲気で。いやこれはね、ほんと反省対象だと思ってます、ね、僕は。来なくなるよ、ゲストとか。いや本当にマジで反省のやつです、これはね。続いて次がラスト。面白かったな、今の。次がラストみたいです。はいはいはい。ラジオネーム、のこさんからです。10月21日、聞いたことない噛み方する松俺？いや、俺は確かにちょいちょい噛むタイプだけど。俺はあった。俺もう分かりました。あったっけ？聞いたことない噛み方する松村。この日、プサン国際映画祭に登壇したトークをしていた松村が、はい、え、なんかあったっけ？レッドカーペットのことをよくわからない髪型をしていました。え？反省しなくていいけど聞きたいです。ちょっと来ましょう、これ。なんかあったっけ？記者さんの多い道なんだよ。降りてすぐは。おうおうおう。で、一回また中継地点みたいな。一回なんかね、消えるのよ、人前から。なるほど。で、もう一回改めて、続きの、道を。レッドカーペット。レッドカーペット。レッドカーペットだよ。レートカペットなんだ。ごめん、もう一回、もう一回聞きたい俺。でもう一回改めて続きのレートカペット。何もう一回ねこれ。これ、え、もう文字起こししたら何だよ、レートカーペット。いや、ひどいですね。いや、ということで、反省対象、まあ、いっぱい送っていただきましたけど、うん、まあ、全部読み切れずですけども、以上ということで、うん、振り返りは以上になります。はいはい、ということで、お知らせの後、2023年の反省対象決定でございます。ケイジさん、俺もう足を洗おうと思うんだ。それがいい、田舎のお袋さんも喜ぶぞ。そうだ、足を洗うならこれを使え。ブテナロック足洗いソープ、足の嫌な匂いやベタつきをしっかり洗浄。ケイジさん、これで俺生まれ変わるよ。久光、俳優の望月歩です。鍵泥棒のメソッドリブートで舞台初主演を務めさせていただきます。大ヒット映画鍵泥棒のメソッドが舞台化。コメディ要素増量のリブートで新しく生まれ変わる。2024年1月11日から下北沢本田劇場で上演。精一杯演じますのでぜひお越しください。ソーズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ソーズのオールナイトニッポンサタデースペシャル反省大賞。いよいよ、いよいよ、1年に1回の2023年もですね、休むことなくお送りしてきたストーンズのオールナイトリポートスタートスペシャル、
反省大賞発表のお時間でございます。やってまいりました。いよいよ、ストーンズ6人それぞれ大賞レベルの反省がね、はい、存在したということにまず驚きが隠せません、うん、はい。それではね、まずいきなり発表いたしますか。もうね、お時間もお時間ですから。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル反省大賞は、4月1日ジェシーの番組締め、最近帰んないとからね。もう帰るから俺、もうジェシー、もう知りません。もうあとはもうジェシーがこの後はもう締めてください。楽しみだもん俺。知りません。もう許さないから俺。早く締めてください。俺もう、はい、もう僕はもう帰ります。はい、一部の放送局を除いてこの後1時からはオールナイト、いや、オードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけで。ストーンズクリスマスリスニングパーティーオン YouTube 2023の生配信が決定いたしました。こちら、ザ・バイブスの楽曲に加え、ね、いろんなの、はい、66分間の熱いセットリスト今回のために特別ミックスしましたのでぜひお楽しみください。そして番組からもお知らせです。再来週12月30日の放送は録音でのお届けとなります、うん、その収録のための、メールを送ってください、収録放送恒例のいつもだったら読まなそうな普通お便り質問をお待ちしております。出演するメンバーが決まってないのですが、いつも通り感動送ってきても大丈夫です、当日のメンバーに何とかさせます。ジェシーはね、前回はジェシーに何とかさせました、はい。そしてもう一つお知らせでございます。来週12月24日正午からスタートする第49回ラジオチャリティーミュージックソンに私田中樹がゲストとして出演いたします。ミュージックソンをぜひお聴きください。そしてミュージックソンへの募金もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけでここまでのお相手はソン田中樹と松村北斗でした。一部の放送局を除いてこの後1時からはオールナイト、いや、オードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけでここまでのお相手はストーンズ田中ジュリットトムクズククル人類がエイリアンとの戦争に勝利してから50年、市ヶ谷すみれはある日エイリアンにさらわれ体を改造されてしまう。駆除？実験だ？そのまま就職？すみれの運命やいかに？未曾有のガールミーツエイリアンコメディ、ライライライ第1巻好評発売中。小学館明治花垣結衣です。メリークリスマスって楽しいクリスマスをって意味があるんだとか。メルティーキッスと一緒に素敵なクリスマスを、メリーメルティークリスマス。雪のような口どけ、明治メルティーキッス。普段当たり前に使っている電気がいつも当たり前に使えるとは限らない。
停電時電源供給システム e コネクトガレージ用、ハイブリッド車やポータブル電源のコンセントを利用してガレージの開閉ができます。サンマシャッター、銀シャリの橋本です。僕も銀シャリだと思います。うなぎです。銀シャリのおとぎ話は日本放送のポッドキャストステーションで毎週水曜に配信中。お時間です。はい、番宣終わります。日本放送の公式 LINE アカウントがスタート。最新ニュースや